これはまあそういう奈良の長谷寺っていうお寺、まあ、昔は Hatsuse と呼ばれていたその場所なんですけど、はい、そこの長谷寺っていうお寺の中にまあ、いろんな桜があるんですけどね、まあ、僕はその全くその華々しい桜っていうのもむしろそういうポツンとそういう山道の中にあるような桜を見た時にちょっと、はい、写生してみたいなって気に駆られまして、それを写生させていただいて、まあ、日本画にすることができたんですけど、本当に素敵ですよね。